リスオランは、フランス、イルド・フランス地域圏、エソンヌ圏のコミューン。カトリックのエブリー・コール・コルベイユ・エソンヌ氏教座、リスオラン・イコール・グリニカンクが置かれている。土地の名前は、ラテン語で溝を意味するリコから生まれた。フランス革命中の1793年、ブリューティスと呼ばれていた。現在の名となったのは1801年からである。リスゾラには、戦死時代や、 古代の痕跡はないが、現在のリスオランの地には、古代に二つの村があったと推測されている。まず第一に、セーヌ川沿いの長い土地は、レギア、レジス、時には、リザ、レジアへと、相次いで呼ばれていた。第二に、リスオランのある標高の高い場所は、12世紀に、レンジャヤカムと呼ばれていた。これら二箇所では、旧石器時代や新石器時代の、 切り出された角石が見つかっている。1919年、鉄道と道路に挟まれた墓地を含む土地から、労働者が、セーヌ川の砂の中から、磨かれた、石器、大型動物の牙や葉、尖れたナイフ、針、青銅器を発見した。同じ年、ソアさんとアルパンという名の土地から、6世紀のものとされる、墓が見つかった。ガリア、ガロローマ、中世と、 ほとんど継続して軍の占領が行われてきたことが分かっている。占領者にはテンプル騎士団もいた。16世紀から17世紀にかけいくつかの城も建てられた。ありがとうございます。